ストリップかけるレスポートサックのコラボバッグなんですけれども、中は可愛いピンクなんですよ。重さが2キロ弱ぐらいあるんですが、クロスボディ持ちするだけで嘘みたいに軽くなるんですよ。これウォータープルーフで、濡れるとより UV 効果が増すっていう、機内では必ず着圧ソックスに履き替えてます。皆さんこんにちは、ストリッピーと申します。バッグの中身をご紹介させていただきます。これが基本的に私が機内に持ち込んでるバッグ全部です。この黄色い、ミニボストンは貴重品を入れてるバッグです。でこちらは必ず PC を持って旅に出るので PC を入れてるバッグです。こちらですね、それ以外のいろいろなものが入ってますので中身をお見せします。まず貴重品、こんな感じで入ってます。私スマホ2台持ちなので iPhone が2台出てきます。パスポートや航空券ですねを入れられる、これトラベルオーガナイザー、これは日本のお財布で、これは現地のお財布ということで、それぞれでお財布を持っていきます。フェイラーのミニタオルっていうのも入れてます。レスポートサックのセットのミニポーチなんですが、これは家の鍵が入ってます。ボールペン、出入国の書類書かなきゃいけないことがよくあるので、そこら中のポケットにペン入れてます。私が愛用してるマスクケースなんですけれど、入れるだけで抗菌になるっていうマスクケースっていうのがここに入ってます。こちらのバッグもストリップかけるレスポートサックのコラボバッグなんですけれども、中は可愛いピンクなんですよ。こちらもレスポートサックさんとのコラボレーションです。これもレスポートサックさんとのコラボレーション。トラベルオーガナイザーもレスポートサックさんとのコラボレーションです。続いてこちらが私の PC を入れてるモバイルショルダーバッグ、これもストリップかけるレスポートサックさんとのコラボレーションで、 PC を持ち歩く皆様、これをぜひおすすめしたいです。一応15-16インチまで入る大きさにはなってますが、メーカーによります。私は MacBook Pro の14インチを入れています。この状態で入っています。重さが2キロ弱ぐらいあるんですが、単体で持ってクロスボディ持ちするだけで嘘みたいに軽くなるんですよ。前のフロントポケットにいろいろ必要なものを入れてます。充電のためのコードとか、この PC を動かすために必要なものはみんなここに入れてます。皆さんご覧ください。これもね、中がブルーなんです。 PC を入れるように作ったんですが、それだけではなくてバッグ単体で使えるようにデザインしました。これを短くしていただくと、このように小脇持ちができるようになっております。で、私は旅先でこれをディナーバッグとしてよく使ってます。これが私の機内持ち込みのメインバッグです。機内で必要なものがしこたま入ってます。はい、こちらノースフェイスのインナーダウンなんですけれども、畳むとちっちゃいに入るんですけれど、機内寒いのでカーディガン代わりに必ず持ってってます。私機内で爆睡派なんですが、ネックピローがないと寝れない派なんですよ。なので畳んで入れられるこのちっちゃい巾着ポーチがついてたんですけれども、最近は愛用しています。ここに止められるんですよ。これがめっちゃ安定するんです。機内に入るときすでにこの状態で乗り込むこともあるし、乗り降りの時はこういう風にバッグのストラップに引っ掛けられるっていうのもポイントです。このミラーレスの一眼レフっていうのを持ち歩いてるので、それも入ってます。取材ノートですね。ローソンとコクヨのコラボだったんですけど、廃盤になっちゃったらしくて大事に使ってます。あとポーチ、この中にはいろいろ必要なものが入ってます。あ、これバイラの付録じゃなかった、バイラの付録実は、手に入れてからすごい大事に取っといてあったんですよ。最近使い始めました。だから綺麗です。主にコスメというよりはね、ハサミ、これ機内持ち込みできるハサミなんですよ。この刃渡りだと一度もダメって言われたことないです。と使い捨てコンタクトとか、あとこのブラシとか、レスポートサック香港限定のこのポーチインポーチ、それぞれに絆創膏とか、あとヘアピンとかここに入れてます。無比アルファ EX、 これはすごいですよ。海外で売ってないんですよ EX。 こういうものも入ってます。これ私山ガールなんで、ヘッドランプ、これを常に入れてます。機内でなんか物を落っことしちゃったって時に、ちょっと暗すぎてよく分かんないって時にこれをつけて座席の下を照らしてみたりみたいな、最近は持ち歩いてます。はい、こちら、あ、これもですね、レスポートサックかけるストリップのバッグの付属品だったんですけれど、ここには何を入れてるかというと、スマホ用の電池ですね。1回半ぐらい充電できる容量はあります。あとコード、世界どこに行っても困らないようにコンセントアダプターも、これも常に持ち歩いてます。充電アダプター、 Bluetooth のイヤホンも一緒に入れてます。トライアのミニ羊羹、これも私、非常食として常に、機内持ち込みしてます。整備不良で5時間閉じ込められて、ご飯も水も出なくてっていう知り合いの話を聞いて、それ以来トライアのミニ羊羹常に入れてます。ちょっとこれ香港で必ず買う店舗ティッシュ
何がいいってティッシュが分厚いんですよ。本当にあの丈夫なので、これ以外のティッシュは私も使えなくてもずっとこれ愛用してます。ウェットティッシュ、パンデミック以降アルコールタイプを使うようになりました。こちら飛行機の中にシートポケットに入っている個人用のゴミ袋なんですけれど、皆さんこれウォータープルーフなのご存知ですよね。例えばウェットティッシュで手拭いた後に捨てるとこないみたいになりがちで、そういう時にここに入れてゴミ箱ないみたいな時に使うように、このシートポケットのゴミ袋を使わなかったら必ずもらってきてます。私もともとパンデミック以前から機内の乾燥が苦手で、パンデミック以降こう医療用の真剣なマスクっていうのを機内ではつけるようになっていて、それも入れてます。折りたたみ傘です。これは日本でも365日常に入っていて、玄関口に置いて入って出てくる時に忘れる、もしくは帰ろうと思って出てきたら、あ、自分の傘ないってことがあったんですよ。傘を手元から離しちゃダメだっていう結論に達して、閉じてすぐ濡れてるじゃないですか。そういう時にこのカラビナつけとけばカフェとかお店の中入れるなと思ったので、このちっちゃいカラビナをそれ以来つけています。私機内では必ず着圧ソックスに履き替えてます。で、私が愛用してるのは渦巻いて血行を促すソックス（デオドラント）っていう商品なんですね。普通のあのこういうよくドラッグストアで売ってる着圧ソックスって頑張って履けるんですけど、すごいテンションが強すぎて脱ぐ時が結構ストレスで、で自分のかかとからこうやって脱がせる時にここの親指の付け根を捻挫しちゃったんですよ。で同僚にこんなことがあったんだけどって言って、同僚が教えてくれた渦巻いて血行を促すソックスなんですよ。端的に言って脱ぎ履きがすごいしやすいのにちゃんと着圧してくれるんです。であと肉厚なのに毛玉できないっていうのが素晴らしいと思っていて、降りる時のむくみ具合全然違うんでおすすめします。日焼け止め、この前もあの私台湾に行ったんですけど、台南にたどり着いてみたらもう夏だったんですね。で想定外って慌てたんですけど、ポケットにはこれが入ってますよってことで、資生堂さんのスティック状の日焼け止めで、今にもなくなりそうなあのこんな状態なんですけど、手が汚れない。汚れないってことはどういうことかっていうと、あのストレスないんでマメに塗り直す気になるんですよね。でかつこれウォータープルーフで、さらには濡れるとより UV 効果が増すっていう素晴らしい商品なんです。これを年がら年中バッグの中にはインしてます。はい、以上でした。なぜなら旅先だから我慢っていうことができないんです。旅に出過ぎてて旅がもう日常なんですね。自分のストレスをちょっとでも減らすにはどうしたらいいかっていう結果の大量荷物になっています。皆さんもぜひこのバッグで幅ナイス1リップでも2リップでもそれ以上でもという感じなので参考にしていただければと思います。どうもありがとうございました。